こんばんは、レストさん。こんばんは。おかえりなさい。ありがとう。なんか、あいたん髪の毛伸びたくないねえ。髪の毛伸びたね。きなこぬん早く、いや、そうなんだよね。きなこぬんを編集したいんだけど、編集できてないぬん。シャワーシーンを編集したいぬん。こんなよ、治った？治りました。そう、もうバッチリです。ありがとう。マイスター、マルさんにお仕置きだな。でも、マサンに、マサンに、そう、いや、なんか、あんまりマサンが応援来ないってちょっと話題だよって言ったら、ちゃんと投げてるよって言って、そう、って言ってた。こんばんは、月田さん、こんばんは。おかえりなさい。ありがとう、今日も。あったーん。あったんって何？ありがとう、たくまさん。こんばんは。おかえりなさーい。でですね、何？まあもう最近ね、なんか何？最近もう、同じことしか告知してないんですが、まあそう、でも、もうそれなんですよ、今。大事なことは。大事なことは、二つ、三つぐらい。2つ3つぐらい40ポイントぐらいだけど、いや、ルールを分かってないのかな。いや、言ったよ説明。ちゃんと1ポイントで1分、1分で1ポイント回復するから、最初レベル低いと、そう、所持できる無料ポイント少ないから10分とかで回復するよっていうのを最初に説明したけど、まあ彼女もね、お披露目ライブが控えてて忙しいですから。そう、髪伸びてきたね。そうなんですよ。そう、美容院行きたい。ほな、マッサンクオリティ、マッサンですか。そう、なんか、なんだっけ、もう多分彼女は分かんない、なんかすごい、いい子なんですよ。いい子なんですけど、何でも勧めてくれるんです。なんかつい2日前ぐらいは、なんかミス ID? 今募集してんのかな。そう、ミス ID 受けようって葵に言おうと思ったけど、今ピューロやってるんだったって言われて、もう何でも進めればいいと思っている可能性がある。もう、あいたん、こんばんは。こんばんは、カタカナミチ、おかえりなさい。今日はビンチョウマグロを食べました。寝ないで投げろって。いや、まあ、寝てはいいんだけど、寝てはいいけど、昼間でもなんとかなるよね、それって結構。うん。なんかさ、あいたん結構さ、夜中にさ、コメントをさ、入れたりさ、今日も、な、夜中3時と朝5時と朝7時とって全部、毎日コメント入れようかなって思ったけど、通知多いとうざいかなと思って、やめてしまった。どうなんかな。こんばんは、おいたん。こんばんは、おけちゃん。ありがとう。なんか、ウマ娘開いたら、なんか夏のさ、夏の、何？ダスカとスペちゃんとかのやつのイベントが終わってたよ。ビビターミー、ありがとう、ゴーさん、こんばんは。いや、ビビターミーはまだ知らないことがいっぱいあるね。今日、遺跡の内容をやっと理解した。自分で切りなよ。美容院だよ、美容院。ミス ID 懐かしい。いや、なんかミス ID は、去年かな？友達が勝ち進んでたりとかしてたけど、そう。なんか、今あれなんですよね。もう応募した人全員、一次審査からなんか公開されて、徐々にみたいな感じなのね、確か。次はまだ何参加させるの？とりあえず今は、ピューロ頑張るね、つって。そう、ビビターミー、ありがとう、ハチエさん。ありがとうございます、ほんと。なんかさ、ほんとね、ハチエさんいっぱいログインしてるのよね。なんか、いつ見てもオンラインよ。そして、持ってくるもの、すべて狭きもん。てか、なんかその、そう、絶対に参加人数が多いやつね。そう。そう。そもそも、通知を取ってない。あー、なるほどね。いや、なんか、人によってはなんかうるさいから登録位外そうとか言う人がいるかもなとか思いながら、そう。結構、そう、いや、今、二大巨頭がピューロガールズオーディションとビビッドアミーなんですけど、何？どちらが大切かと聞かれたら、どっちも大切なんですけど、
どっちも大切なんですけど、ここまで来たらピューロガールズオーディションはまあなんか行けるとこまで行きたいなというのがあるんで、もうちょっと順位を上げないといけないなと思っていて、ビビットアーミーは、もう正直何お金だとかも重課金とかもろもろあるんで、まあ、みんなで楽しみつつ世間には出てないんですけど、あの審査員特別賞とかそういう違う賞が生まれる可能性があるんですよ、ビビットアーミーって。だからちょっとそういうのも狙いつつ盛んに楽しくやっ、まあ、上であれば上であるほどいいんだけど、そう何トップ、とりあえず次トップ4を目指しつつまあ、楽しくやるのが大事かなというそうって思っている。どうしたの、どうしたの、エジブンさんびっくりしちゃった今。葵ちゃんだって、どうしたどうした、ありがとうありがとう、葵ちゃんだよ、こんばんは。マイスター見たかな、アイドル葵たん。こんばんは翔太郎、こんばんは、おかえりなさい、ありがとうマイスター、おかえり。お披露目まだ諦めてないの、友達な、無理なものは無理って、無理じゃない、無理なものはないですよ。ただなんだろう、何今なんか串カツ田中が、休業になったから、コロナの関係で、そのゼロプロジェクトっていうアイドルのやつをやるんだけど、そうなんかもうとにかくそのゼロプロジェクトって125人いて、なんかまあ、ただなんかチェキの売り上げとかで勝ち上がっていくシステムっぽいんで、そうなんか応援することしかできないね。そう、とりあえず体力とかないから何もできない状態、ビビと。でさ、あいたも今体力ないのよね、そうなのよ。そう、ショタロでしょ、なんだかんだでショールームが楽だよ。いやわかるわかる、なんかどのイベントのガチイベでどれが一番やりやすいかって言ったらショールームだよね。そう、まあ、普段話すのもいいけど、もしガチイベ参加するにしてもショールームはやりやすいなってすごい思う。通知取ってないから1日遅れたんだけどね前回。あーなるほどね、それはそれで困るだよ。それはそれで困るだよ。ジムさん、毎日始めてから睡眠少なく、ごめんね。でも葵たんもなんか昨日か、そうなんか結構ここ最近なんかすごい結構ちょっと仮眠して起きて他にお仕事してで空いてる時間とかにビビッターミーとか、まあ、マイスターの米編とか、あとアピール動画作ったりとか、そうでプラス22日にイベントがあるのでそれの練習をしたりしてたら、なんか昨日なんかちょっと限界を迎えて、そうなんかなんかキッチンで、なんかキッチンに椅子があるんですけど、なんかそこで寝てて、でなんか知らないうちに自分で寝てて、でパパタンがなんかやってきて、そうねえパパタンがこんなとこで寝たら風邪ひいちゃうよって言って、起こしに来てはっってなって、ここどこって言ってるの。ここどこってパパタンが大丈夫か、寝てないからだなって言って、あ家かっつって言う事件があった。そう、チェキの売り上げ絶望的だ、やめてよそういうの、やめて。いやなんだろう、まあチェキの売り上げって言ったら確実にめちゃくちゃ強い人っていうのはいるから、そうマッサンは そこに追いつけるように応援したい。アウターも行きたいんですけど、そのなんかお披露目ライブとかもお誘いもらったんだけど、22日のイベントもあるし、そうちょっと人が多いところはちょっと避けようかなっていう感じで、そう応援物理的には精神的に、そうなんですよ、精神的に、そうまあ気持ちは分かってあげられるところは少しあるから、ちょっと精神的に、だから物理的には皆さんの役目というか、まあ、さんのファンの役目で、そう
それ SNL 同じシステムで、おやすみなさい、おはよう、おはよう、ぶ死ぬよ生きているよ。ツイッターとショールームとインスタしか通知入れてない。あーでもまあでもまあまあでもそれを取っていれば大丈夫さ。なにこれ、タツの落とし子だ。あちび激推しさ、あーバナオだ、ありがとう。タツの落とし子、あーいやなんか書いてあったね、水族館ギフトみたいな、アクアリウムギフトみたいな。タツの落とし子、あーこれね、これどうかな、タツの落とし子、これ邪神ちゃんドロップキックっていうアニメがあって、この邪神ちゃんっていうのは悪魔なんだけど下半身がヘビなんですよ下半身がヘビです。よろしくお願いします、ありがとう。キッチンで寝落ち、なんかね多分水飲むかなんかで行ってそのまんまなんか寝落ちたっぽいですね。そうで画面はビビットアーミーっていう生き地獄そんななんかそうそんな時もあるよね。そもそもそれだけ寝てなかったうちだったら怒られる。いやもうね結構言われる。なんか特にまあママタンはそうそんなになんかあんた寝ないのぐらいは言われるけど、そうパパタンがなんかすごい寝なきゃダメだよとかすごい言ってくるなんか今日芝刈りじゃないのかとか言ってくる限界な配信したいねばじゃ、毎日フリーとかないんだし。いやでも違うんですよ、なんかショールームに関しては毎日、まあ前はね毎日アイドルがあったしっていうのもあるけど、そうこの1日1回皆さんとリアルタイムで交流する時間がないと逆に不安で眠れないから、そう佐伯さんありがとう、いつも10点で来る、ありがとうございます。毎日まだ予選なんですよね、一応。まあ予選というかなんていうの、どうなのかな、正直よくわかんないんですけど、今3次審査じゃん、3次審査勝ち残ったら4次審査じゃん、で4次審査までがマイスタで、その後にピューロランドでの現場会あって決まるんですよね。そうだからなんかまあ確かに予選感あるっちゃ予選感あるかもしれん好きなアイスは、好きなアイスはチョコミントと抹茶。なお前も今日夕方まで起きられなかった、いいんだよブーは、だってほらお仕事ね頑張ったからお休み。漫画結構集めてるの、種類ものによります。ものによる、ものによるけど、このジャシンちゃんはジャシンちゃんはジャシンちゃんのキャラクターの声のオーディションに途中まで受かってて、この間落ちたんで今なら言えるんですけど、途中このジャシンちゃんの必殺技があるんですよ。でもなんかっていう人間がいるんですけど、人間になんか間違って召喚されちゃった悪魔なんです、ジャシンちゃんは。でだからこの人間を殺さないとジャシンちゃんは悪魔界に帰れないんで、いつも殺そうとするんです全力で、このユリネを。でもユリネの方がバカ強くて、普通にジャシンちゃんがめった刺しにされるって話ですでも、ま、ギャグ漫画つかコメディ、ジャシンちゃんイベントで痛い目にあった、何どういうことどういうことどういうこと、大丈夫パパタンに何かされなかった、おいちょっとそこ変わり何もされないわ。じゃパパタンはいつもそういつも睡眠を心配してくる私のだとぼーありがとう、不安で寝れないって、おいたん寝てるのいやちょっとは寝る、なんか
2時間とかでもなんか2時間とかで起きちゃうんですよね最近。はっみたいな、やばいとかなる。3時で超えると4時はより一層厳しくなりそうで、そうなんですよ。そうなんか割と2次審査でいい2時でいいポジションで通過できたのであれだったんですけど、そう3時でそうこれだとちょっとそう4時はさらにって感じですね。そうで、あとは本当なんかそもそも最終的に何人合格するとか全く出てなくてそれがわからない。だって今は有給休暇消化中なんだって。いいよ、いっぱい休もうよ。ものによる、それは。そうなんか前はそうあのニーアンとかと一緒にそう少年ジャンプ系の集めてましたけど、あとはなんか女の子の、まあカードキャプターさくらとかもそうだし、そうね、ねえ葵田に聞きたいことが、なになに、なに、もしビビットの参加者が自分が作ったギルド弱いから離脱して強いギルドを乗っ取って自分のギルドになったらどう思う？ビビットの参加者が自分が作ったギルド弱いから離脱して強いギルドを乗っ取って自分の、てかそれありなの？わかんない。それがルール的にありなのって思う。それだったらほら葵田のさ、なんか合併したいですって話もそうだけど、それはありなのって感じです。それはありなのって感じ。まあでも運営に伝えるのは連盟名とかだけだから、連盟、自分が連盟主で連盟名があれば別にできるっちゃできるけど、それありなの？知らないところでいろいろやってるね。夜中に出るのは何割ぐらいなんだろう。うん、5割ぐらい。うん、7日仕事、8日仕事、めちゃくちゃ仕事じゃん。10日スーツって23区、暑っ、スーツで23区、暑いな。そんなことがあったんか。そうなんか、いやなんかそれは面白そうだなと思って、そうボイス送ったらなんか通って、またなんかセリフとかなんかいろいろ送って通ってだったんですけど、そうまああのね、なんかとりあえずやれるものはやっとこうかなという感じです。じゃあしんちゃんアニメ見た？アニメはねちょっとしか見てないんですよね。でちなみにビビットもなくて、あー、いやなんかそんな感じした今読んでて、これビビットじゃなくて SIR のことかなと思って。ちなみにビビットではなくビビットです、とに点々でございます。 それはわかんない。その三国志のゲーム全然やってないけど、それがありなのかきちんと運営に確認すべき。うん、だから、じゃしんちゃんは避けてる。あ、そうなんだ。そうなんだ。詳しく聞きたい。ワイも睡眠時間心配してると、ここの人みんなし、みんな、じゃあみんな心配してくれるのであれば、その心配を、マイスターに向けてほしい。マイスターか、ビビットアーミーに向けてほしいのが本音である。おそらレベル26。頑張ってレベル30頑張って。逆説的だけど体力が落ちると長く寝られないんだよね。嘘、葵田体力落ちたのかな、どうしよう。こんばんはるこたん、こんばんやすいにょん、おかえりなさい、ありがとう、ありがとうね、ニコニコ。えぶー、あ間違えた、いやありがとう。ドラえもんこんばんは、おかえりなさい。ドラちゃんすっかりドラちゃんなんだが、だから少しの睡眠でって人が少ししっかり寝ると急に眠気が続くって、ああなるほどな。いやそう、葵田本当は寝るの大好きなんで一日中寝てたいんです。そう、そうね、普通は他のギルドを合併するよね。 そんなのが OK だったら、そう合併してちょっと頼んで連盟主にさせていただくよね。昨日はくっそ暑くて泣いた&泣いた、めっちゃ泣くじゃん、泣いてる。ローモバー指定されたところが登録したアカウントしかカウントされないぞ、あらしいよ。そうなんかまあだそういうのがあるだろうけど、ゲームによってきっと多分縛りは違うけど、まあ運営に確認して、運営ってもう何それ、もはやもうあのアドサプとかじゃなくて、もうそのゲームの運営とかになんかできるなら確認した方がいいなって思う。
メルカリで強いギルド買ってくればいいですね。よくわかんない全然メルカリの話してない笑ってるんですけどさ、そう、運営は初イベントだからOK 行ったからムカついた。ああ OK なんだ。ああなるほどな。まあそしたらもう2つしかないよね、選択肢は。もう意地でも今のまあ正当なやり方で絶対にそいつを打ちのめすか、同じようにしてもうさらに強いとことうまく合併して勝つか、どっちかしかないよね強い、小文字強い。まあビビットはないと思う。まあなんか、ビビットはまあそう、なんか知名度はあるんだけどね、なんかそのやってる人とかやってくれる人っていうのはそんなに多くなくてね。そう、これでもだいぶ向かってるはずだけど、これ以上は無理しないで無理しないで、あおいたんの睡眠のためならパタリ。いやいや待って、一個言っていい？雷門は、いやおいたんも聞きたいけど、雷門はいつ寝てるの？え本当に、え雷門っていつ寝てるのっていうぐらい雷門もオンラインしてるのよ。そう、ちなみに4時は何の審査があるのですか？いやそれあおいたん知らないんですよまだ。でも次の来週の月曜日にボーイズの結果発表があるんで、その時にボーイズの審査内容が出るはずなんです。それと同じです、ガールズは。だから、まあ、この順で課題曲のダンスに行くのか、はたまた違うものになるのかわからない。けどなんか今結構あいたノリノリなんで、課題曲いくらでも難波さんが運営って言うとサウンドルーツしか思い浮かばない。音サウンドルーツ懐かしいね。ローモバは頑張った、割と課金した。あそうなの？ローモバは分かんないけど、ビビッドアーミーだったら課金し放題だよ。ウルテガさん、ちなみに餌より今圧倒的 1S 乗っ取って負けてる人に向かう。あーなるほどね。まあじゃあいいじゃん、1位ならいいじゃん、1位ならそういうのはスルーですね。そう、自分がまあ負けたらちょっとどんどん言った方がいいかもだけど、そう、そもそもなんでそんなにログインできるの？ビビッドアーミーですか？いやで基本的にビビッドアーミーをもはや開きながら寝てる時と、ビビッドアーミー開きながら他のことをやって、なんか並行でやってる時とかある。なんか何、かなかねえ。ボーイズ全然見てない。なんかボーイズはボーイズで、なんかやっぱ女の子のファンとかのこう争いがすごいですね。そう、すごい、うちの推しようっていうのがすごいです。ちょいちょいオンラインの時間や課金の話をさりげなくしてオタクを奮起させる鬼の国。じゃあ課金はあれですけど、そう違うんですよ。そう、そのビビッドアーミーってゲームはオンラインしてる時間がバレるんですよ、連盟に入ると。そうで、かつなんか個人じゃない、連盟チャットっていうグループラインみたいなやつとかもあって、そこでなんかおいたんがベラベラ喋ってるから、そう、まあ、そういうなんかちょっと楽しさはあるよっていうのはある。ピューロでかくれんぼとかじゃないの？そうやるよ、全然やるやる。ビビッドアーミー、会議に遅刻しました、すいません。おかえりー、そしたー、何話す、次はヒトラスサンシャインかしら。あー逆にね、であっちにドレッシーデイズ歌ってもろて、で全然甘酸っぱい君はヒトラスサンシャインって歌うから、そろそろ追い抜かれそう。誰に？もうちょっと色気のある話ないの？24歳。へえ、今日はあの羽織を取れば腕が出てるよってぐらいですかあとうん俺も基本平行だけど、体力がね足りなくなるから、なんかそれこそその上手い具合にレベルアップする
タイミングとかに体力をゼロにしたりとか、まあなんか連盟商店とかなんかそういうので買えるときは買ったりとか、アーミー開きながて大抵電池切れるんだけど iPhone もしか落ちてる。あーでもそう、充電がめちゃくちゃ減る。ビビットなんとか代理で他の人にやらせてるやらせてない、やらせー、やってくれる人がいるならいいんですけど、うちの家族あんまりそういうなんかそういうブラウザゲームあんまりやらないので、そうまああれですね、そう、あでもあれです、何ビビットじゃなくてマイスタはマイスタは母上が投げてくれてるんですよポイントを。でちょっとあんまりあれですけど、そう詳しくは言えないですけど、母上は夜お仕事してるんで、お仕事行ってて葵たんが今日みたいに今家にいる時間は葵たんがアラームをかけてフルチャーのたんびに投げてます、母上のタブレットで「そしゃげの達人が集まるルームはここっすか」マツルくん、でもマツルくんってどれ、ね、マツルくんってどれ、触れない、葵たんは見てくれてない、頑張らないと、頑張ろう頑張ろう、マヒトピアでビビットの分も頑張るから、それちょっと方向性違うの、違う違う、そう。でもまあマヒトピアのスクショと猫ちゃんの写真はとても楽しいよ、れねでねね、触れる、葵たんが見てくれてる、頑張らないとやっぱ鬼じゃんいやいやいや、ほ二の腕ですね、二の腕だよ、二の腕だよ、そうじゃないだろ、あれ違う、レベルアップのゲージ突然増えたりするの、なんなんあれにやられる、あーいやわかるわかる、てかなんかレベルが上がるほど足りなくなるアイテムが変わってくる、なんかレベル上がると昨日あ全然大丈夫だったけど金貨が足りないって状況が起きて、金貨が足りない、食料が足りない、あとまあその重要施設設計図が足りないとか起きてて、そう、ワイやろうか、時間だけある、ちょっとワイはワイはワイワイはライブも大事だけど、そうワイはちょっとマスターとビビと見てもろてだよとか言うと全部先生に聞こえる病、なんとかだよ、もう言わないわ、なんとかだよ、母上母上が投げてくれてるんで、そう、母上が夜のお仕事いやいや、もう母上が夜のお仕事ったらもうスナックじゃんそんなの、もうさ違うわ全然、母上どうやった、母上はひっそりと言いますから、雇われの母上、そう、昼間昼間とか明け方昼間だ投げて、母上はそう、母上がいない時は葵たんが投げるっていう、そう結構さ、そうあっという間だよね、なんかスマホでアラームかけてやばいもうフルチャだってなる、ペロ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 、ありがとうポーズペロペロ、こんばんは、金貨足りないはまだ見たことない、金貨足りない事件起きるよこれから、マイスター、母上かー、順位お隣で喜んじゃったじゃねーかー、順位お隣、え母上とそんなことある、でまあこんなこんなで、そうまあ前下はそうなんですよ、そもそもビビットアーミーは22日までなんであと11日あるんですけど、前下は、もう日曜日まで、今日水曜だから木金土日あと4日で終わりなんですよ、だからマイスタの方をちょっとどっちかというならマイスタの方を優先していただけると嬉しいなという感じです、で残念ながらシブドメンバーコロナ陽性で活動休止、あそうなの、最近本当にさアイドルとかコロナ増えてるよね、なんかまあご時世でしょうがないけど、全然お隣とかじゃない、全然全然お隣とかじゃないやん、ママタンがスナックお仕事できた、いやいやいややめなはれ、アイタンこんばんは、おかえりタコさんこんばんは、おかえりありがとう、今はどこ、
お母ちゃんのお店で重課金ありがとう。それは難波家の生活費になる。仕事中に携帯触りすぎて来週あたりやばいかも。いやでも葵たんもこんなにまあ芝刈りというね、芝刈りという名のアルバイトをしてるんだけど、その合間にめちゃくちゃスマホ触ってるな、みたいな。最近課金ギフトおこぼれに高手ばかで申し訳ない限り。いや、てか、マジで、そう、本当みんなありがとうって思うけど、一番レックタンが課金しすぎて、今 VIP いくつなのか聞きたい、私も。フルになる前にちょこちょこ投げてる。ああ、確かに漏れるより投げる方がいいかもな。ビビタミン、ありがとう。マイスター音が嘘、なんで、あ違う、あれでしょ、音を出しちゃいけないんじゃないの、だってでしょ、そうコロナ怖い、今病院だ、病院だから音出せないんでしょ、イヤホンないのねえ、ターコさんイヤホン買ってね。今週いっぱい我慢すればいいんですね。いやいや、なんかが違う。圧倒的に戦力が足らない人。あー、いやー、戦力ね、葵たんもさ、もっと戦力上げたいんだよね。そう、何、なんかしかも戦力強い女の子が2人だから、ちょっと他の子も育てなきゃいけないんだけど、難しいよね。でもね、ほんと女の子とあと武器強くするしかって感じなんだよね、戦力って。なお上司も別のゲーム、おっと上司タゴさんの早く音出してね。うちの部屋片付けのバイトする、嘘。いや、なんかそれがまあなんかいろいろあって、そう、なんか葵たんのまあその何、あの大事な大事な収入源の一つでもあった芝刈りが昨日でなくなってしまって、そうなんです、これから探すんです新しい芝刈り。寝てる時のやっちまった感が、そして寝てる間がもったいないってなる。あー、いやね、なんかアウターもさ、レベルさ、自分が上がれば上がるほど嬉しいってなるけど、そう、もったいないよね、そう、漏れると。こんばんは、いたん、出遅れた。おかえり、ちびたーん。ありがとう。買って買いに行けないよ。ないの？病院にさ、病院にないの？なんか、イヤホンって。ないのかな？売店とかに。とりあえず、シエル100まで、そう、あいたんもシエル100まで育てたい。とりあえず、落ち着いたら、キノコの完結させていく。任せて！任せて！VIP になるとポーラが育つよって最近誘惑が。そうなのね。そう。そうね。ポーラも強いのよ。頑張って野外戦闘して設計図集めます。そう、設計図足りなくなる。どっかの舞台でよく分からず買ったチェキの開封のバイトはどう開けろや自分で。それ葵たんのチェキ。ビビタミン、ありがとう。ひとこさん、急げ急げ。芝刈り切実ね。永久芝刈り、いや、なんかいろいろあったんですよ。結構なんかいろいろイライラしたり悲しくなったりなんか怒ったりいろいろあったんです。でも、まあ、こんなご時世で、そう、こんなご時世で芝刈りの場所がちょっとなくなるってことになって、1ヶ月前ぐらいに。そうで、なんかいろいろあって、それで昨日亡くなりました昨日亡くなりました。そう、ビビタミン、ありがとう。ドラちゃん、ドラちゃんはマイスターいっぱい見てもろて。マイスターは結構まあこまめにチアしてもらうことと、あと結構コメント数とか再生回数とかでトレンドに乗りやすい、乗る可能性が上がるので、結構まあみんななんか別に何でもないようなこともマイスターコメントいただいて全然 OK です。片耳のモノラルイヤホンなら売店に売ってそう。情報、何モノラルイヤホンって、知らんけどマイスターついうっかり他の人見てみたら可愛い人いっぱい。あー、ちょろいよ、ちょろい。急げ急げ可愛い。特質だから音出せるよ。ショールームね、出せんじゃん。マイスターはね、じゃあなんで。ちなみにマストピアクリアして今、うわ、マストピア EX? いいな、一
ちょっとそこまで追いついてないよ。買うまでが縛りやろ。どうしたどうしたどうした。縛ってないし。コメント入れたらいいの？そうなんです。まあ、マイスタって何ぞっていう方ですね。マイスタという、別の動画投稿アプリでオーディションに参加していて、今三次審査で結構厳しい戦いになってきているので、もしよければ見ていただきたいんですけども、まあ、動画をですね、あおいたんの解説講座、まあ、マイスターを開くじゃないですか。これマイスター開いて、あおいたんの画面ですこれで、何開いて、これですね、開催中って書いてあるやつ、これです。開催中って書いてあるやつが、今ピューロガールズオーディションの動画なんですけど、これの、まあ、右下にですね、あおいたんは自分で押せないんですけど、無料ポイントが溜まっていくのでこれを投げる。で、左はギフトのとこなんですけど、フリーコインっていうのを貯めればギフトは投げれます。で、ここの、一番左、左はシェアボタンですね。もしよければ、まあ、ツイッターとか、いろんなシェアしていただけると嬉しいです。そして、ここのシェアの隣のコメントボタン。ここにですね、左側にキーボードがあるんで、まあ好きなようにコメントも入れられるし、そう、まあ、ギフトを投げるとここに反映されるんで、あおいたんが毎日コメ編をしたりしています。あおいたんは、みんなはどうなの？あおいたんは自分のコメントこうやって黄色になるんだけど、そう、まあ、なんかそんな感じで、そう、コメント数とかも結構なんか多いといいらしいです。そう、そうなんですよね。そう、そうなんだ。そうで、フリーコインは、ここが今動画のとこなんですけど、あいたん自分でオプション行って、上から3つ目フリーコインゲットを押すと、何、ここら辺とかになんか黄色いこういう C ボタンが出るんで、そこのところはコインが貯めれるとこになります。で、再生までが対象になる。そう、結構再生回数とかなんか多い方がいいですね。まあ、なんか YouTube とかと一緒ですよね。オタクごとに仕事の割り振りをする鬼の鏡。いや、みんな適材適所ですよね。そう、コメントも大事なのか。そうっていうのをなんか二次審査の途中から知った、おいたんは。マイスター1位の人の TO やばいんだけど。いや、てか、そう、なんかマイスターのなんだっけ、なんかマイスタのね、なんか7月度月間ファン総合ランキングとかで、ファンのなんかそのファンの人たちのこれなんか多分ランキングがあるけど、もうえぐいもんね。だってポイントが、まあなんかすごい、チアレベ100とかえぐいけど、そもそも貢献してるポイント数が1235269ポイント、どうなってんの。1ヶ月でだよ、だって1ヶ月でね。なんかすごいってやつな。ヒトラスサンシャインってコメント入れとくね。違う、いいよ、全然いいよ。ヒトラスサンシャインも縛られたいんだよな。お、じゃあ縛ろう。あおいさんこんばんは。こんばんは、はるぱるさん、おかえりなさい、ありがとう。部屋から出てはダメだから買いに行けない。あー、出てないのか、なんでだろう。あおいたんはちょっとここで流すのはちょっとなんか恥ずかしいんで流さないですけど、あおいたん的にこの動画のおすすめポイントは、あれどこっつったっけ、あおいたん何秒っつったっけ、あ、これだ、ここ避けたらハルコタンが出てくるっていうのが、おいたんは自分でめちゃくちゃ気に入ってる。あとは、あとなんだろうな、どこだっけな、巨大ハルコタンがいるところ。まあ、なんか今回グリーンバックで撮ってて、後ろを切り抜いて、何、こういう背景にピューロの写真をこう入れている。ちなみに浴衣ではなくジンベエを着ている、キキララの。ででででで、玉入れな手に負けけど、なんだと、れ
ラテンに負けるだと、自分のコメント使ってっていう直訳になるじゃん、やめてよやめてよ、もう何なんだっけ、これだと見れるんだよな、いた、そう、なんか、まあでもフリーコインを貯めれば、なんかここら辺の30コインとか50コインとか、なんか120コインとかな、なんかすぐ投げれるようになるんで、だって青いたんで今他の子に投げちゃった分が減ってるんであれですけど、370コインも持ってるんですよ。そう、ちなみに、かわいいうんちくんがいます。結構貯めれば意外と1000とか3000とかもフリーコインはね全然いける。ただなんか本当になんかえぐいなって思うのが、この定番の横のスペシャルって方のギフトの一番下行くと、なんか10万とか15万とかのギフトがあって、いやさあってなるよね。そう、なんかすごい闇だねそうなんですか。そうなんですよ、タンコさん。フォローコインと1ポイント投げがめんどい。そう。あと、そう、マイスターを始めたばかりのルーキーの人たちをフォローしたり、なんか1ポイント投げると1コインもらえるっていうのがあるね。なるほど。マイスターにビビッターミーってコメントすれば、あ、いいよ、全然。適材適所とか、ブラック企業の経営者みたいなこと言いたいってくる。なんで、123万。やばいなぁ、そう。やばいよね。でもなんかさ、そうやって、そういうなんか、ファン総合ランキング出るから、強いファンの人をわざわざフォローしに行く女の子とか結構いて、そう。なんか、やらしいなぁって見てる。こんばんは、ナイスメガネ。ありがとう、涙さん。こんばんは。おかえりなさい。1ヶ月で100万単位はやばい。なんだろうね、ガチイベだったんかね、推してる子が。なんかすごいよね。なんで？敵台は舞台だったはずなんだけどな、おかしいな。ありがとう、舞台。ありがとう。そう、舞台のちょっと複数回感激特典を今準備中。100万たくさんポチポチしてるんすよ。でもレベル100だと何ポイント貯まるんだろうね。それにもよるよね。普通に車買うな。いや、確かに。確かにな。隠しハルコタン。意外とハルコタン多くて。サンリオのコラボギフト高いね。まあ1万。まあ確かに、もらったら、投稿者はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、あいたもキキララいただいてめちゃくちゃ嬉しいけど、そう、高いよね。そう。金使わせなかったら審査員からも評価されない。いやいや、確かに。そう。結局はお金を使ってくれるファンを持ってる人が残るんですよ。そう。そういう世界なのを私は知っている。15万のギフト、まるまるさんとまるまるさん投げるかなとか思って、そう。まあ、いいじゃん。ブーよろしく。あと、アットホームな、あ出た、アットホームな職場です。ブラックが言いがちなやつ。10万、もはや SNS の範疇が、確かに。いや、そう、それな、なんだろうね。若い人材が活躍してますとかね。あー、よくあるね、ブラックじゃ。軽作業、重い荷物を持つ仕事ありませんとか言う、めちゃくちゃ重いのばっかりなやつだね。それね。100万、PC 複数台買うな。なんでだろうね。どうなんだろう。例えばだよ。今コロナ禍でライブとかにあんまりさ、行けなかったりとかするじゃん。ライブなくなったりとか。普通に通常、ね、土日必ずライブ行ってた分をそこに課金にすると、いくらになるの？100万はでもいかないよねでさ、もしかしたらね、そう、なんか今ライブとかなかなか行けなくて会えないから、そう、マイスターで応援しようみたいなパターンの人なのかなとか思ったけど毎日やってれば1000コインぐらいは貯まるが、イベント開始からでは3000はなかなか貯まらない。あー、そうなのか。あー、でも確かにな。そうだね、コツコツ、日々コツコツだね。青いたなメガネ姿もか、あ、ありがとう、まゆちゃん。こんばんは。こちら舞台で共演した笹本まゆちゃんです。ただいまショールームイベ中でございます。よろしくお願いします。そう、あいついつもなんかね、行くとき終わった後で、そう、この後任せてください。ありがとう。めちゃめちゃ嬉しいけど大事なことだから2回とか、めちゃくちゃ嬉しいというのは伝える。そう、
あのそれはそう、え本当に本当にごめんお金使われてごめんとかよりも、そうあの嬉しいとありがとうのが嬉しいというのを、あの自分もあのアイドルをあの追いかけた時期あるからわかる。ライブなくても逆にお金かかるんです悲痛の声。こんばんは、ありがとうみーたん、こんばんは、おかえりなさい。みーたんって宅建持ってんの？ねえねえねえ、あマイスターって福岡平気？えダメだよ、どこのどこのイベントも福岡はダメですよ、ダメだよ、ダメですよ、ダメですよ。もし夢の中でやるとしたら人格を変えないとダメですけど、そう絶対にダメだから、絶対にダメだよ絶対にダメだよ事務所移転のバイト、書類の入った段ボール運ぶ仕事って聞いていたら一般家庭の引っ越しだったことある。全然違う全然違う。ライブ行ったつもりで課金しよう、違うじゃん。そうしたらもう俺手賀さんよろしく頼むよ。絶対悪い仕事、確かにな、確かに123悪い仕事してないとちょっとあれだね。まあ100万課金する金あるならそれをそのままさっさばれナンバさんに送る。いや確かにそれの方がありがてえこら、何なんかね、それは現実的だね。そう、いやそういうことぶっちゃけて言えるのは素晴らしいと正直にむしろライブあった方がお金かからないの、なんなん、あそうなんや。確かにな、なんかさ、そうライブ ある方があるかもね。言葉選んだりオブラート紡ぎは結局課金してっていう方が正直、あの本当にねチョコレート検定エキスパートってのを持ってるよそうそう、ね、もうそういうのあるじゃん。そのバイト紹介したとこ潰れたけどね、グッドウィール、やめて、やだ名前、まあないから妄想だけど実際直接渡せるのは渡したいとは思う。サスタバ確かに、あみたんもなんか推しがだったら、そう確かにな、そうサスタバじゃ、なんかそう、そうなんですよね、そうなんかひもじいよね、なんかお金っていくらあっても足りないよな、わかるそう南波さん、そういうとこ正直にし重課金しても満足させてくれたから悔いはない。いやあれいつ重課金した、ブあれいつ、前世の頃の話だけど重課金何を言ってるの、足りないよということで、今ですね、マイスタのピュロガールズオーディションとビビターミンのゲームとどちらも三次審査っていうのでちょっと通過してて、あのあれなんですけど、まあ、もしよければ、ぜひ見てみてください。なんだっけ、ビビターミンはそう、なんかビビターミンで三次審査通過、じゃあ三次審査に今いる人のなんか紹介ツイートがあるんですけど、意気込みを教えてください 2,3 行でって言われたから2行で送ったんです。そう2行で送ったのに、なんか他の人めちゃくちゃ長くてなんかやる気ないやつに見えるあと年齢を非公開にするか教えていいか教えてくださいって言われて、いや別に年齢非公開にする必要はないけど、ただ実年齢言っても面白くないなと思って1000歳って送って1000歳ってやった。そうなんかやばいやつだなって思ったはい、テプラ技能4級、そんな、何テプラって、テプラって何、ソルジャーだろ。そら運営は稼げる子の方が欲しいだろ。そう稼げる子は重宝されます、事務所にね。マイスターコインだと1日50しか増えない、むしろ1分1ポイント増えるのを頑張った方がいい。なるほどなるほど、時間だ大事だね、ありがとう涙さん詳しいね、足りないよ足りないよ忘れてる、それはそう、いやなんかわかんない、葵たんなんかわかんないけど、いろいろ経験してきて、なんか23区時代にあすごいなんかこの人いっぱいお金使ってくれて重課金だなと思ったけど、なんかどんどん
なんかいろいろ経験していくにつれて、あ、それは世間一般的に重課金と言わないのかもしれない、なんかもっとすごい重課金の人いるなっていうのを学んできた。正直なおいたん尊敬する、やめてやめて、そうだったそうだった、まゆちゃんいるんだった、ありがとう。あのね、こんなあれだよ、そう、あの、うん、そんなことない、いつもみんなありがとうキュルルンってしてた方がいいんだよ。ダブルヘッダーやめれやめれ、ブー足りないってよ、ブー足りないよ、ブー足りないし、そう、あのやっぱ過去はね、あの過去も大事だけど、あの今を生きてるからさ、そう、ちょっとナンバーオイにさ使ってもらわないとさ。わかりやすく課金に応じて得点とかの方がお互いウィンウィンですかね。まあ確かにね、そうで、まあ、それこそアイタン結構後付けにすること多いんですけど、そう、まあマイスターはこの三次審査あたりからその貢献ランキング上位3名とかのとかはちょっと最終的な結果によってプレゼントを、ご用意しよう。いや、おいたんもスクショ持ってる。24時間でなければ両方で1日1500ぐらい入る。すげえけど、すげえけど、でも寝ては欲しいんだよね。そう、無理はせずね、そう。1000歳欲しいじゃん、 BB。 でもなんか若作りして永遠の17歳ですとか言うより1000歳ですとか、なんか1000歳で天使ですとか言った方がなんか可愛いかなと思って。職業ソルジャーにしなかった、ちょっとチキって女優にしちゃった。1000歳は微妙だな、嘘じゃん。何歳がいい、悪目立ちを狙ったね。そう、みんな年齢非公開か、まあ20何歳とか。繊細な葵ちゃん、そうそう、それも兼ねて、さすがイジェム、さ、そう、葵たんは繊細だよっていう意味の繊細です。繊細も面白くないよ、むしろセンスを疑うよ、もう。おいドラ。いい悪い顔してるドラちゃん、前世言っちゃった、前世な、そう、何学んどんねん、やっぱ鬼。おおまあでもどちらにせよ、その皆さんがやっぱ時間を使ったりお金を使ったりするのに値する、いつも努力し続ける葵たんでいなければいけないので、とりあえずは葵たんが死ぬぐらい頑張らないといけないということで頑張ります。俺は無課金どころか無料アイテムすら余す、なぜなんで。余さないの、むしろ天才の方が。天才か、でもそれはさ、10歳は無理じゃん。たまにショールームで家帰るぐらいのポイントの人いて引くときある。え、そう、あいたも、え、なんだろうね、あれってどっから拾ってきてるんだろう、お金を。ポコチャで馬車のエフェクトが永遠に終わらないのとか見たことある。馬車じゃなくて城だったかな。いや、どちらにせよポイント高いやつでもね、すごいよな。そう、なんかさ、それさ、なんか見てる方は楽しいよね。そう、旗からね。昨晩夜中にマイスターって声出しながら起きたから多分疲れてる。ほら、もう、寝るんだよ。32歳とか生々しい方が面白くない。確かに32歳って出して、さすがに葵たんが32歳に見えることあんまないと思うんだけど、そう、なんか、嘘を見えないのが面白いかもな。葵たんは繊細一具、そうだ、もうだから繊細、繊細だよ。あの頃は別に重課金とは言わないのかという令和のパフォーマンス。ちょっと違う、ブーがあんまり解雇しないように葵たんが時を動かしてあげないといけないから。天才、天才な、あ、天才、繊細だもん、繊細。はい、ということですね、あとですね、皆さん8月22日にですね、こちら先日舞台で共演したペコエハラというお友達の生誕イベントを、出演させていただきます。1時間早くなりまして、16時開場、16時30分開演です。秋葉原コズミックラボでやります。予約をですね、今葵たんのツイッターの DM で受け付けてまして、8月22日ペコエハラと、あとニックネームですね、皆さんのニックネームを送っていただければもう予約完了で、あとは当日
当日行って生産って感じです。まあ、基本的に相田は3曲かな踊るの。そう踊るので、そうでなんかとにかく生誕イベントらしからぬ暗い曲が多いので、そう暗い曲とか激しい曲が多いので、そうアイドル性を望んでる方はちょっとわかんないですけど、そうもしよければ普通に物販があって一緒にチェキ取ったりお話できますので、お越しください。ちなみにですね、このイベントは撮影も可能です。まあダンスしてるとこ写真撮るのとか結構難しいんですけども、動画 NG です。そう写真撮影が OK なので、ぜひ皆さん好きなように写真を撮ってください。よろしくお願いします。ペコリンちゃん1週間寝なければ、まあ、あいたもでも、もうそう言われたらあいたももう寝ないから、もう、課金も時間もかけてない場合が言うのもだけど、オタクが勝手にかけてるだけで演者さんは気にせんです。でもなんか嫌なのよね、なんかさ、なんていうの、なんかほら正直に対等に生きていかなければ、あほぼいける感じだけど仮予約でもいいですか。あいいっすよ、いいっすよ。まあなんか別にそれで当日キャンセルとかになっても何葵たんが名前消しとくので全然、解雇せずに今に課金させようとするキングオブボーに今課金してほしいってわけじゃないけど、まあそのちょっと葵たんの他の頑張りを見てほしいなというところです。上原ペコちゃん熱いな。そうペコ上原何元気にやってます。9月4日次第、いやそう9月4日ね、そうなんだよね。ん？いける？嘘？ぜひともひじめさん、いいよいいよ、2年連続の人なかなかいないよ。その日の大抵とかってわからないのよね。大抵は出ないんですよ、毎回。そうです、なんか毎回って言っても去年しか出てないけど、去年も出してないので出ないですね。どうせ集客目当てで呼ばれたんでしょ、ちゃんとバッグほらまあでもチケットバッグはあるのでいただきます。サツカ来たー。そうサツカなので、まあ一応そのまあ後ろの人とかにね迷惑ならない感じで撮っていただいて、一日中パチやってたらマイスター順位下がってる、こらそういうとこよドラちゃん。そうそうなの、そうそう今日そうなんかやっぱ一つずつ順位上げてかないと、ボーダーライン9位なんで、そう多分もう最終日とかにそれで争うのとか結構しんどいくなるから、そう先にそう少しずつ順位上げれるよう頑張りたいなと思っていたら順位が1個下がってしまったから、もう言うのをやめようって思ってミミヤミ参加しない分くらいマイスター頑張るそれってどうなんだろう、大きいのかな。でもいいんですよ、本当ありがとうございます。頑張ってるところ見てほしいな、応援してほしいな、課金っていう綺麗な流れいいな、よどんでるぞ解釈が、応援してください、言い方次第、そう応援する、応援してください。今年も若干ダークな感じなんでしょうか。そうです、ダークですね。そうダーク、ハッピーなのはラーメンの歌っていうペコ上原の歌があるんですよ。そうなんか毎日食べたいラララララーメンっていう歌があるんですけど、そのラーメンの歌ぐらいじゃないですかね、ハッピーなのは。ドラカスクさん夜は寝ないで頑張ってるのありがとう、ドラちゃん寝るんだよちゃんと。10位じゃん、そう10位なんですよそうなんです、そう今日朝9位で途中で10位になりました。そう頑張ります。すいません今ちょっと今バッテリー残量がなくなりましたんでそろそろ終わりにしますけどもまあでも実際今ここにいる方はすごくなんか本当に真摯に応援していただいてありがとうございました。だから葵たんがもっと応援してくれる人を増やしたりね、新規の人を増やさなきゃいけないんですけど、私が力不足でパタリ。どっちも中途半端かどちらかに絞った方が良かったかもなってちょっと思う。葵たんも正直どちらもここまで進むと思っていなかったからそうまあビビアミはあれですけど、そう
住むと思っていなかったし、こんなに期間が被るとも思っていなかったから、その予想外って感じです。生誕だよね。ペコイハラの生誕はそういうことなの。ある意味そう、ある意味切ないべです。ペコイハラじゃなくて、ある意味切なです。あ、自分の話ね。まあ、確かにな。そうで、そうビビアミやってて毎日忘れるってなると、それはそれでだしね。そう、難しいところで、その時間からだと帰りにラーメン食べられないよ。確かにお店閉まってるね。イベントはいつまでなの？マイスタですか？マイスタは日曜日までです。15日の23時59分までなので、まあ今日が水曜日で、木金土日あと4日。睡眠削るのはマッサンだけど、やめなさい。マッサンは絶対に彼女は睡眠時間を削らない人なんですよ。前からそうです。もうじゃないと自分のなんだろう、なんか生活というか、まあ精神的にもなんかしんどくなってくるから、睡眠時間は絶対にすごい健康的な時間を寝るようにしている。逆に尊敬。新規さん増やすには、新規さん増やすにもね、そうなかなか、なんかそう難しくない、難しいご時世。直訳、お友達をたくさん連れてきてね。そうだね、そうですよ、まつるくん。いっぱいいるだろ。ピューロイベ紹介してきた人に責任取ってもらって100万ぐらい課金する。こら、こら、こら、こら。今やると決めたらアウターなんでね。寝ようが寝まいがしんどくなっとるやん。確かに。確かにそうじゃん。まあ、人それぞれやり方があるんで、そう。そんな感じで、南波さんも見習ってください。いや、葵たんはそうなんですよね。なんか、いや、寝ないと判断力がとかも思うんだけど、まあ、寝るのは老後でいいかなと思っていて、そう、まあ、老後までに睡眠不足で死ぬ可能性が、あれですけど、そう、なんか、やっぱり今しか時間がないのでね、そう、まあ、ちょっとぐらいと思って、もうなんか 4,5 年やってきました。もうバイト情報誌に課金のバイト募集って出せば給料はマイナスだけど、バイトじゃないよもはや、それボランティア。はい、ということで、皆さんコメントありがとうございます。流れちゃった方いたらごめんなさい。まあ、とにもかくにも、まあなんかとにかく見ていただければ嬉しいなという感じ。あとは、まあ、よければ、そのツイッターとかね、拡散とか、もろもろしていただけると、とても嬉しいです。よろしくお願いします。判断力なくなると仕事の方でまずいので、寝ることはできるだけ優先してます。そうなのよ。そう、アイタンもさ、そう、なんか、芝刈りで、そう、お金扱うんですけど、そう、お金間違えちゃうからさ、危ないのよ。マッサーの分は僕が頑張ります。嘘です。あー、今嘘ですなかったらかっこよかったん、ニュードラちゃん。せやな。そう、寝たところで負債を明日の自分に押し付けるだけ。なんかその寝ちゃうと後悔が大きくて、あいたな、うわ寝ちゃったってなる。人生削って生きてる。同じく危険な仕事なので睡眠優先。睡眠は大事です。そう、明日できることは明日。すごいすごいいいこと。はい、ということで5位ブーありがとう、4位はるみみんありがとう、3位ハイハイありがとう、2位アルテガさんありがとう、1位カミナイモンありがとうございます。他にもトニア50カウントコメントありがとうございました。右上のハート白い方、毎日配信してますので、ぜひピンク色でお願いします。あと、あおいちゃんのツイッターやインスタグラムぜひフォローしてご覧ください。ペコリンちゃん、よし。はい、ということで皆さんありがとうございます。毎日暑いしね、そう、コロナもあるし、免疫力落ちたら大変だから、睡眠時間は大切にしましょう。はい、ということで、キキララで終わります。お疲れ様、ありがとう、みんなありがとう。はい、ということで以上、あおいたんことナンバーあおいでした。みんないい夢見てね、おやすみなさーい。あ、この後アピール動画載せるわ。おやすみ。